アイテム番号 SCP-592JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-592JP は標準のコンテナに収容されます。コンテナ内部には対象の食物として植物の葉を1日に 50kg 以上投入してください。コンテナに入室する際は化学防護服を着用し、肌に SCP-592JP の排泄物に触れないようにします。SCP-592JP が葉を消費しきる前に、新たに葉を用意し、コンテナ内から葉が尽きないようしてください。コンテナ内は毎日清掃し、SCP-592JP の排泄物は特殊廃棄コンテナに保管されます。清掃に使用した道具、化学防護服も特殊廃棄コンテナに保管してください。説明 SCP-592JP は括弧学名パピリオクススス括弧閉じ、波揚げ葉の若弱い幼虫によく似た生物です。対象は植物を消費することに特化した食性を持ち、食欲は非常に旺盛です。1日に 40kg 前後の葉を消費し、様々な植物の葉を積極的に摂取します。また、対象の体調が変化することはなく、サナギや成虫に変態することもありません。SCP-592JP は周囲の葉を食べ尽くした場合、最も近くの植物へ空間転移を行います。これは対象が危険を感じた時にも行うものであり、転移を妨げる方法は未発見です。発見当初の事件から、最低でも数キロメートル以上の転移が可能と考えられています。SCP-592JP 配置日に、キログラム以上の排泄を行います（以下）。排泄物を SCP-592JP-1 と表記（閉じ）。SCP-592JP-1 は、排泄されてから数秒すると固形化を始め、2分の地には完全に硬化します。硬度は一般的なコンクリートブロックに匹敵し、有毒です。SCP-592JP-1 には、ウルシオールと組成が似た未知の特殊な毒素が含まれており、生物が直接触れると重大な接触皮膚炎を引き起こし、被毒者には湿疹が現れ、非常に強いかゆみを生じます。湿疹は十数分で全身に転移し、最終的に被毒者は2時間以上、編集済み、しながら死に至ります。現在、その治療法は発見されておらず、対処法は湿疹が転移する前に触れた部分の切除を行う以外にありません。毒素は SCP-592JP-1 を粉砕しても消失せず、溶鉱炉で融解させても煙が同質の毒を含みます。効果的な処理方法が発見されるまで、SCP-592JP-1 は放射性廃棄物と同等の危険性を持つものとして、特殊廃棄コンテナに保管されます。SCP-592JP は、2000年4月22日、千葉県で街路樹の葉が 1km 以上にわたって消失するという事件が発生したことにより発見されました。対象の転移する特性により、確保には時間を要し、最終的には街路樹全体をコンテナに収容することで確保されました。また、この事件で SCP-592JP-1 に触れた、名が死亡しています。事件の関係者には記憶処理が施され、カバーストーリー、有毒な花粉の発生、が適用されました。財団が調査1を行ったところ、県、市の空き家にて、その庭に生える1本の、シナノキが SCP-592JP の発生源と推測されました。その空き家には2000年4月、日まで2人家族（母、長男）閉じにが住んでいたことが判明しましたが、2人ともに行方不明となっています。ほい。空き家の木にはプレートがかけられ、以下の文章が記されていたことが、SCP-592JP の発生源と推測された要因となりました。日本生類総研、C、1、M、